お姉様、待って、早いよー。ほうか、慌てないで、ほら私は一緒にいるからゆっくりおいで。お姉様はすごいよね、もう聖騎士さんになれたんだもん。それに比べて私は、ほうか、人の成長はそれぞれだよ。だから早い遅いなんて関係ないんだよ。ほうかはほうかなりに頑張ればいい。大事なのは最初でも途中でもなくて、最後なんだから。最後、最初は負けてて、それでその間、何度も負けようが、最後に勝てばいいってこと。努力が報われないと感じる時もある。成長に悩んで苦しい時もある。でもそれでも自分を信じて頑張った先は今まで叶わなかった人たちよりも前にいる自分だと思うとすごいと思わない？そう？だね、きっとその風景は新鮮で、誰からも頼りにされる綺麗な世界なんだと思う。ほうかはそんな世界に行きたい。うん、行きたい。なら、一緒に頑張らないとね。長かったな。あれからもう数十年、お互い立場も役割も変わって、もう一生叶わない夢だと思ってた。私にとって、玲香姉さんは憧れであり一生の目標だった。だからずっとどこかで自分が玲香姉さんにどこまで通用するのか、すごく確かめたかった。さあ、楽しもう。もう二度とないチャンスなんだから。西苫選手、予選で大活躍だった分身を発動。春空選手はどう対処する？一つの問題を出そう。この兵士に対して軍で挑んできた将軍はなぜか、この兵士に敗れました。それはなぜでしょうか？知らない？ノリの悪いやつだ、なら特別に教えてやるよ。答えは単純、この兵士は嘘つきだからだ。嘘に惑わされた軍はたった一人の兵士の虚構に振り回され、数の猛威を振るうことなく散っていく。俺が、なぜ俺の能力が維持できない？言っただろ、この兵士は嘘つきなんだ。だから嘘つきの言葉を真に受けた軍は敗れたんだよ。意味のわからないことを言うな。お前は一体何をした？お前の虚構は対策済みだった。だからお前の虚言には耳を貸さなかったのに。なら、本当のことを教えてあげる。これが僕の実力さ。なんだ、このバカみたいな力は。あ、いやちょっと能力入ってるかな。いや、やっぱり関係ないな。それが本当なんだ。全員分嘘。かもしれないね。僕は嘘つきなんだ。その対策だって嘘の情報から得た対策だったってことだよ。先生、この男、盛大にすかしてんでー。これはあれだ、自分に寄っているタイプだー。やーねー。全員ね。1回戦第8試合勝者、ハルドラ選手。はぁ、なんか敗退した直後にこの実況を言うのは嫌だな。WCD で1回戦前半が終了しました。現段階で勝者の半数が初出場者であり、その相手のほとんどが過去最高成績がベスト16以上の猛者たちでした。今回の大会は何かが起こる、もはや過去の成績など当てになりません。そしてこのまま1回戦後半へと進めていきましょう。戻ったわよー。それでのー、月下はせっかの持っていたお人形を一人で誰にも気づかれないようにめでておってな。そういうところ昔から可愛いんですね、月下先輩。ちょっと関、ことかちゃんと何の話をしてるの？月下の小さい頃の話じゃよ。今もそうじゃが、長女として他の姉妹の面倒をしっかり見ておったと話しておってのう。月下先輩、遠慮せずに私に何でも相談してくださいね。私、頼りにされたいです。関、なんか余計なこと話した。いや、別に遊びや恋愛や決め事で何事も一歩引いて譲ってしまう月下が愛らしいという話はしておらんぞ。めちゃくちゃ余計なこと話してんじゃない？月下先輩なら佐藤さんとイチャイチャしてても大丈夫です。むしろ一緒にいましょう。ことかちゃんって思ったより恋愛に関しては私より寛大なのね。さすが、8が言うだけあってどの試合も今まで見たことないくらいのハイレベルだな。そうだな、副隊長、隊長、それらに勝利した者は要注意だな。いい器ばっかりね、どれか手に入らないかしら。そういえばかげろうはどうした？なんか組み合わせ見て、絶対いかねー、とか言ってたぜ。そろそろカマキリも出てくる。相手が無名なのが残念だけどね。無名だが、実力は確かだぜ。何せ予選であのラディウスを撃破している。それにカマキリは誰よりもいち早くノルマの習得を終えていた。今回どこまで使うかは知らないが、それらを試すいい機会だろう。私も見ておかないとね。はぁ、緊張するな。どこに緊張するのよ。どうあがいてもロカちゃんの負けでしょ。だからな、アマネちゃんは、負け格でも、綺麗な負け方っていうのがあるの。負けは負けでしょ。死んでるんだから気にしても仕方ないじゃない。日本に生まれたなら散り際も武士らしくて、あまねちゃん日本人じゃないか。さらにあまねってどう見ても日本人の名前でしょうが、二人とも仲いいね。いつの間にそんなに仲良くなったの？強いて言うならりお先生の仕様。それしかないわね。そっかー、確かに大会ギリギリまでリオ先生の相手してたの2人だけだったからね。そういえば予選終わってから起用しているトロイちゃんはどうなの？順調だよ。今はアルタちゃんが様子見てくれてるから安心かな。それにしてもとんでもない人に懐かれたものね。それは、うん。はあ、緊張するな。母さん遅いな。もうそろそろ母さんの試合なのに。どこか道にでも迷ってるのかな。本当にギリギリになったら探さないとだな。オーラの流れもいい感じ。予選のトトとは比べ物にならないくらい綺麗。久しぶりね、白鵬。お前こそ久しいな、レイカ。いいのか、もうそろそろ天野へと試合だろう。その前にどうしても聞いておきたかったのよ。あんた、まだ引きずってるの？単刀直入だな。デリカシーという言葉は相変わらずお前の辞書にはないらしいな。まあ、別に引きずってるならそれでもいいわ。それはあんたの経験だからね。でも娘にまでそれを背負わせる必要はないんじゃないの？俺の家庭のことだ、口出しするな。もう私の子でもあるわ。ことかちゃんが専属神になったのだからね。ふざけるな。俺は絶対に認めねえ。あんなクソみたいな契約で自由を奪われて死ぬことも生きることも目的を持つことすら奪う契約が一生の幸せ、それでことははまだ許せない？許す許さないの話じゃねえんだよ。絶対に認めねえって言ってんだ。そ、ならいいわ。でももう過去は戻らないし、亡くなった人は帰ってこない。今あなたができることは過去を悔やんで今いる大事な人の人生を縛ることなの。お前にわかるかよ。全部持っているお前なんかにな。なんであんたはいつもそうなのよ、バカ白鵬。ことかちゃんはあんたにしか頼れないのよ。なのにいつまであんたは娘じゃなくてことはさんを見てるのよ。あんた、全然変わってないじゃない。いや、まだ来ないの。開始1分前だぞ。連絡した方がいいかな。ねえねえ、主様。普通5分前に一度連絡してみるもんじゃない。遅すぎない？大丈夫、ちょっと話し込んでただけだから。母さん、近所の買い物じゃないんだからギリギリまで話し込まないでよ。焦るじゃん。そうね、でも私が遅れるわけないわ。何せずっと楽しみにしてたんですもの。この戦闘前の気持ちの高鳴りは久しぶりだわ。若い頃に戻ったみたい。そっか、なら楽しんできて、思う存分さ。パト、あなたも次の試合頑張りなさい。ただいまから1回戦第9試合を開始します。選手は入場をお願いします。行ってくるわ。最初に現れたのは世界最強の一角。新卒と破壊の両方を持つ世界最強のスピードアタッカー。天野宝華選手。今回は実の姉であり、武術の師匠である式麗華選手との一騎打ち、長年の時を経て、死を超えることはできるのか。そして次に現れたのは式麗華選手。元防衛軍第3隊長、元聖天定市長、世界最強の一角式頭屋の妻であり。そして先ほど説明した通り宝華選手の実の姉であり、武術の師匠になります。姉妹対決であり、師弟対決でもあるこの戦い、今までにない戦いが期待できそうです。さあ、それでは1回戦第9試合、天野宝華選手対式麗華選手の試合を始めます。試合開始。あら、宝華、あなた剣術できたの。姉さんを超えるなら徹底的に超えないと気が済まないからね。全部上回った上で勝つ、私の長年の集大成を今、ここで、全部披露するわ。いい覚悟ね、いいわ、受けて立つ。ただ、私も意地はあるわ。そうやすやすと超えられると思わないことね。でごまかしてる節があるわね、宝華。自身の得意分野を取り入れただけよ。デメリットではないわ。そう、ならそのデメリットを私が、今ここで、教えてあげるわ。それで、ことかはパトボーとどこまでやったのじゃ。どこまでとは、恋愛の ABC じゃよ。確か A が2つで B から過激になるやつですね。A ですかね。なんじゃ、まだパトボーから手を出されておらんのか。ことかが専属神になって1週間じゃぞ。もう C 乗り越えて D じゃろう。 D ってなんだろう。 C で確かそういう合意なのは知ってますけど。B は早すぎるというか、そうじゃのう。 D は少々気が早かったのう。最近は E が先で次が D じゃからのう。 E ってなんですか。私気になります。いや、もう専属神なのじゃからすでに F かもしれんのう。 F C でも過激なのに一体 D からどんな過激なことが。ちなみに関さんは最高でどこまで経験したことあるのですか。わらわわわらわわ。ありじゃけんのう。 ABC の器には収まらんのじゃ。未経験なんですね。すごく純粋なんだな。かわいいです。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。